リンピックを、面白くない？そう感じる人々も、決して少数ではなく存在する。それは、現実として重い。その時、興味ないなら見ないで、それは、理念には否定か排斥、それでしかなく。理想の暴走、極論の歪み、それは常に感じるところ、それの発露か。この処理は、自分も結構苦心した記憶、それは少しある。うまくいったか否かは、相変わらずわからないにしろ、ともかく、招かれざる客、それは、それとして医学のもて。モンスターならモンスターとして処理する、というのも手だった、かもしれない。そういえば頭部の気球など、どうも、わからない、表現は多かった。視点での、下手、が、なぜか強要された時代の、これは最後の一幕か、それとも。次の時代の主役はテレビかインターネットか、だ。当然、校舎だ。しかし、テレビはある意派、親だ。